クレーンゲームあるある。そろそろ取れると思って遊び続けるも、なかなか取れずに焦る。確率機にお金を使いすぎると、本当に取れるのか不安になってくる。確率が来ないとほとんどゲットできませんからね。でも、シールドが低い台だと寄せてゲットも可能です。奥の爪だけで手前に押し出せばゲット。そろそろ取れると思ったたこ焼きキャッチャー。続けても当たり穴には絶妙に入らない。たこ焼き器の周りにシールドがないから場外にピンポン玉が出て厳しいですね。やっと入った。最後は誰かのやりかけをハイエナ。日曜日の夜だから取れる気配が満々。確率機は人が多い時にやるのが一番。ハイエナも立派な戦略です。そろそろ取れるな。